突然ですが、皆さんが好きな肉は何ですか？私は鶏肉が好きで、多分子供たちは牛肉が好きかな。鶏肉ですね。鶏肉ですか？はい。何ですか？いや、唐揚げが好きなので。ヘルシーで安い、和洋中いろんな味に対応できる鶏肉が今人気に。東京五反田には、見てください、お店の前には長蛇の列ができています。毎日行列ができているのは鶏肉専門店信濃屋。さばきたての新鮮な鶏肉が食べられると多くのお客さんが訪れています。お店の一番人気はやっぱり熱々ジューシー若鶏の唐揚げ 100g 280円。山梨の信玄鶏を使っていて、多い時で1日2000個売れる看板商品なんです。唐揚げがすごい美味しくて、いつも買わせてもらってます。ここがあるから引っ越したくなくてこの辺に住んでます。お客さんを虜にしているのは唐揚げだけではありません。めちゃくちゃ美味しいです。子供が本当に大好きなので、何食べたいって言うとすぐここの焼き鳥食べたいってすぐ言ってくれます。人気なのはネギマやつくね。甘めのタレが鶏の旨味を引き立てる焼き鳥も人気です。毎日飽きずに美味しく食べれて、すごく体にいいのが魅力だと思います。鶏肉にこだわったお店は他にも。とにかく鶏肉を突き詰めようと思って始めました。ここは北海道の郷土料理や鶏肉の美味しさを突き詰めた鶏創作料理が食べられるお店。秘伝のスパイスで一つ一つ丁寧に味付けした国産の若鶏の半身を衣をつけず高温で一気に素揚げ。ジューシーなお肉とパリッパリの皮がたまらない若鶏の半身揚げも大人気です。他の、まあ、豚と牛とかと比べていろんなあの種類とかがあるので、結構飽きなくいろんなのが食べれて好きですね。今日10月29日、鶏肉の日が誕生日だというこちらの女性、おすすめだというのが盛り合わせみたいなのがあって、それで各種類いっぱい食べれるやつが好きです。このお店の名物になっているのが、もも、胸、手羽先など10種類の鶏肉を揚げた、その名も鶏肉全種盛り。それぞれ揚げ方や味付けを変えているので、飽きることなく一度にたくさんの部位を楽しめると大人気になっているんです。ヘルシーで安い鶏肉、物価高が続く中ますます注目されそうです。今日10月29日は国産鶏肉の日ということで、今日は食卓に欠かせない鶏肉についてお伝えします。まずは一人当たりの年間消費量どれぐらいあると思いますか？私もスーパーに行くと何かしら一パックは鶏肉買うなと思うんですが、実は年間で 14.4kg も消費しているということなんです。これは20年前に比べて 4.3kg 増えているということでした。健康志向の高まりによって、高タンパク低脂質な鶏肉を、まあ、選ぶようにもなったのかなとも思うんですが、鶏肉といえば部位もたくさんありますよね。こちら主なものをまとめてみました。美味しそうですね。お腹空いてきますね。スーパーなどでよく見かけるのは、まあ、手羽であったり胸、ささみ、ももなどでしょうか。あとは焼き鳥屋さんに行ったら内臓系も美味しいですよね。私ハツやレバー、砂肝も好きなんですが、皆さんどうでしょうか。鶏肉よく食べますか？食べますね。もう安いし、子供も好きだし、僕は結構部位で言うとセセリとかをね、はい、バーベキューとかで焼いて食べるの好きですね。あとは
鍋の時だったら鶏団子にしたりとかね。いいですね。私は手羽元の照り煮みたいなのが好きですね。甘辛の温玉がついてきてそれにつけるみたいな。つくね、つくねか、それは。つくね、そっか、つくねだな、そっか、つくねか、つくねだな、うん、なんかちょっと間違えた。鳥です。レシピにも広がりがあって料理としても使いやすいですし、なんといってもね、美味しいですよね。しかしこれからの季節、鶏肉がもっともっと美味しくなるということなんです。鶏は冬に向けて油を蓄えるので、これからの時期美味しくなってくると信濃屋の石坂社長が言っていました。鶏も暑い夏は夏バテになってしまうそうで、餌よりも水分を多くとって水でお腹がいっぱいになってしまうそうなんです。油がこれから乗ってくるということですが、おすすめの鶏料理もお聞きしました。まずは鶏もも肉の塩焼き、もう一番シンプルに鶏肉の味が分かるということでした、そしてもう一つ、生のつくねを鍋やスープに入れる。こちらですとスープのいい出汁となって鍋にうまみが広がると。今日ぐっと寒くなったので今日鍋なんていいですよね。そして食欲の秋、ついつい食べ過ぎてしまいますが、管理栄養士の渥美真由美さんによりますと、鶏肉に含まれるビタミン B1 は糖の代謝をサポートしてくれる役割があるということでした。さらには汁物にすればヘルシー、そして満足感もあります。まだお腹空いているからデザートなんていう余計な一口防止にもなるということでした。そして鶏肉の栄養つながりで、では一つクイズです。鶏胸肉に豊富な栄養素ナイアシン、期待される効果はどんなものがあると思いますか？美肌効果、視力の向上、二日酔い防止、口内炎の予防、いかがでしょうか？4つ目はなんかピンポイントですね、はい、美肌、うん、ビタミンでしょ、ナイアシンって。そうです、ビタミンだから、うん、口内炎とかにも効きそうですね。じゃあ全部とかあるのかな、ていうこと。そうね、はい、というのもそうなんです。視力は上げてくれない、確かに。でも多いですよね。松田さんの今おっしゃっていたようにビタミンの一種なので、肌やあと粘膜の再生や健康の維持、さらにはアルコールの分解にも役立つということでした。体を鍛えている方、よく鶏胸肉食べているイメージがありますが、ヘルシーなだけではなくいろいろな効果があるということですね。そして鶏肉を買うとき、新鮮な見分け方、皆さんご存知でしょうか？ドリップが出ているものはちょっと新鮮じゃなくなってきたのかななんていう見分けポイントもありますが、他にも肉の弾力はプリプリっと硬い方がおすすめ、そして毛穴は盛り上がっている、皮の質感はサラッとしているということですが、毛穴がプツプツと盛り上がってこのようにシワができている方が新鮮、そして皮の質感は少し時間が経つと粘り気が出てくるそうなんですが、サラッとしているものの方が美味しいということでした。ぜひこちらお役立ていただければと思います。人間だと、ね、毛穴盛り上がりたくないなって気持ちありますけど本当です、ね、鳥は盛り上がった方がいいですね。確かにそっちの方が新鮮なんだ、なんかこうねブスブス触るわけにはいかないので、もちろんね。なんかね、家帰ってからね。目視でなんとなくこの毛穴ぐらい見てわかりますね。そうですね。そうそうそう、あのラップ越しでも見えると思うんで。確かに。あと僕地元宮崎ですけど、宮崎は地鶏の炭火焼きも美味しいですし、あとは鶏が新鮮なんで刺身で食べれますから。これがいいですよね。鶏刺しぜひ宮崎で皆さんいただいてほしいなと思います。東京で鶏刺しは相当新鮮なところがないですからね。やっぱりそう、小さい頃から鶏肉好きになるんですか、向こうでいると。やっぱり、まあ、そうですね、やっぱスーパーでも結構新鮮な鶏を買えたりするんで、それこそいろんな部位買って料理して食べてましたね、やっぱり、うん、いいもんですね。鶏肉か焼きそばか迷いますね両方って言ってもらいますから